ナタリア・セルゲイエブナイ・イーシェンコは、ロシアスモレンスク出身の女子アーティスティックスイミングの選手。2011年までに、オリンピック、世界選手権で合計16個の金メダルを獲得している。スカートを履いたフェルプスと例えられている。5歳からシンクロを始めた。バレー、フィギュアスケートのレッスンを受けながら、表現力や身体能力に磨きをかけた。14歳の時に、 カリーニングラードからモスクワでトレーニングを行うようになった。2006年 FINA シンクロワールドカップのソロで優勝。同年7月下旬のヨーロッパ水泳選手権ではソロフリールーティンで金メダルを獲得した。2008年の北京オリンピックの団体で金メダルを獲得した。 2009年世界水泳選手権ではソロで98.667点で優勝するなど4個の金メダルを獲得した。2010年 FINA シンクロワールドカップのソロで2大会連続で優勝する。2011年世界水泳選手権ではソロ、デュエット、団体の6種目で金メダルを獲得した。2012年のロンドンオリンピックのデュエット。 団体で金メダルを獲得した。出産を経て復帰し、出場した2015年世界水泳選手権では、ソロフリールーティン、デュエットテクニカルルーティン、デュエットフリールーティンの3種目で金メダルを獲得した。かつては大きすぎて、速い動きができないと言われたが、2009年世界水泳選手権の時点ではその欠点はなくなった。ありがとうございます。